はい、どうもです。さあ、とりあえず、普通に完成させてみました。ちょっと頭のところまだ完全にはめてない。外すので、はめてないんですけど、まあ、普通にとりあえずザク2を作りました。こんな感じ。でも合わせ目とかもまあ、頑張って消したんですけど、ちょっと消しきれず、はい。まあ、一部残りましたが、こことかまあまあ、綺麗に消えてるから、後ろ。まあまあまあ、こっちはちょっと目立ちますけどね。まあ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 、まあ、こんなもんだろうということで、とりあえず、一旦作りましたのがこんな感じ。で、塗装も、成型色と全く同じ色を塗ったんですよ。この緑の部分と、あ、まあ両方、薄緑と緑の部分は。で、あとこのグレーの部分はまだ何も塗ってません。で、これから、もう一回パーツをある程度ばらして、で、艶消しスプレーをして、で、その上で、こう、汚し加工、ウェザリングをちょっと真剣にやっていってみようかなと思ってます。はい、ちなみに武器は、バズーカを今回持たそうと思ってるんですが、まあ、それも、同時並行で進めていきたいなと思います。どうも勇者です。はい、さあ今回もまたザク2作りました。2体目でございます。はい、で動画作成中の動画は、まあ、今回撮ってないんですよね。とりあえず一番最後まで、まあ写真はちょこちょこ撮ってたんですけど、一番最後の工程まで来まして、で、まあこれから組み立てようかなということで、最後組み立てて、さあどんな感じかっていうのをちょっと見ていただこうと思います。塗装が、塗装っていうかトップコートの塗装が終わったところでして、もう、いや今回はちょっとまあこの過去3体作っての、まあ、集大成というか、まあ、今までねちょっとこういろいろ学んだことをこう全部出し切った感があるなという感じで出し切って作りました。はい、よりこうリアルに近づくように一回作ってみたかったなんですけど、まあ、ザク2のこの、まあ、カラーですね、ザクの緑を、まあ、緑にしたかったので、その緑をまあ生かしてというか成型色を生かして作りたいということで頑張ったけど、まあ、ちょっと難しかったです本当に。成型色をね、こうもっとうまく活かしたかったんですけど、まあ、なかなか難しい。なんか、一部塗りました。まあ本当は塗装するつもりはなかったんですよ。もう成型色活かしでそのまま行きたかったんですけど、まあ結果としては、ちょっと塗装せざるを得ない状態になって、まあまあまああんまり綺麗じゃなかったってことですね。要はあまり綺麗にできずに、まあ諦めて塗装をちょっとした部分もあります。はい、なので、まあ、若干ちょっと最初の計画からはずれたんですが、まあほぼほぼいけたって感じ。こんなもんかな。とりあえずじゃあ組んでいきましょう。この最後のお楽しみというところで、まあバズーカーをちょっと持たせようと思うので、ちょっと見にくいですが先にバズーカーを持たせます。ちょっと見にくいですね。まあまあまあ組み上がるまで、この僕の最後のお楽しみ、これも初めてですからね。どんな感じなの？ちょっと分かるな。パコッと。ちょっと暗いですか？
大丈夫ですよね。皆さん見えないところでマシンガンじゃないバズーカを構えて、ちょっとカットつけさせてくださいな。それで頭をプチューン、はい、さて完成いたしました。ザクツ、はい、こんな感じでございます。ちょっとじゃあ詳細見ていくのと、比較対象を今回は、ご用意しておりまして、まあ軽く適当に作ったファーストグレードザクツ、はい、ちょっとこれ艶消しと多少墨入れはしてあるんですけど、途中で部品が折れてで、急遽ちょっと接着剤で止めてあります。はい、ちょっとカメラを外しまして、さあこんな感じでございます。いかがでしょうか。これファーストグレード、これ250円ぐらいのやつね。これも成型色ですけども、ほぼ、さあこちらが私が今回作りましたザクツ。わー、絵で見ると結構いかついな。まあすごい細かいんですけど、結構しっかりとサビが垂れてきてる感じとか、砂がついてる感じ、ちょっとねカメラが見にくいですけども、まあ、汚して結構こう歴戦の戦士感、傷とかは本当はごめんなさいつけたかったんですが、まあまあとりあえずはノーマル状態で、で、まあ、成型色を生かしたかったんですが、先ほど言った通りちょっと塗装はしました。結局全く同じ色でザクのカラーで塗装はしました。してないパーツもあります。ちなみに艶消しだけしか拭いてないパーツもありますが、基本はこの薄い緑のところは塗装しましたね。後ろもこんな感じ、ちょっとサビっぽく演出してみました。エッジはこんな感じにしたりとか、はい、後ろもこんな感じね。まあ結構まあ見た目はマジっぽくなってます。これと比べるとね、やっぱおもちゃとね実物って感じでかなり違うんじゃないでしょうか。今回ちょっとまあ気合い入れて、なんかここのそのサビの落ち方がちょっと気に入らんな。まあ後々修正しましょう。はい、ということで今回は結構気合い入れて作ったので、かっこよく仕上がって僕的には満足、はい、いいですね。ちょっとね目失敗したんですよね。こんなに目明るくなくてもいいなっていう、もっと暗く沈んでるような目でもよかったなと正直思いました。後ろにね目の裏にこうちょっと見ちょっと半分見えてるんですけど、銀のシール貼っててキラッと光ってるんですよね。でもこれが余計やったなと思って、かえっていらない、もっと沈んでた感じの方が良かったかもなと、こうちょっと光が、ね、ないような方が良かったかなと。今爪汚れてますが、ほら結構ね細かくちゃんとやりました。はい、砂みたいなのついてたりとか、めちゃくちゃ楽しかったです。
はい、これはちょっと自分的にもプラモレベルは上がったなという感覚があります。はい、非常に楽しくやりました。で、自作、まあもうすでにね、また買ってあるんですけども、自作これ、次はこれ作りたいなと。はい、グフカスタム、そう、かっこいいんですよね。時間かかりそうですが、またこれを作ろうかなと、まあ、コツコツ作っていこうかなと。これだいたい乾かしたりなんやかんやで、まあ3日4日ぐらいかかりましたかね、トータルで。そうですね、その間が空いた日もあるんであれなんですけど、3日ぐらいですね、かけました。はい、やっぱり今回気づいたこと、合わせ目消しに関してはやはりタミヤセメントが一番いいと今のところ思いました。こことか合わせ目があったんですけど、まあ、ほぼほぼない。この太ももとかもまあ消えてますよね。はい、こんな感じなんですけど、まあ合わせ目消しはタミヤセメントがやっぱり安定、その代わり乾かさないと、ちゃんと乾かさないとダメなので、それだけ注意って感じですね。はい、あとはウェザリングに関してはやっぱ結構タミヤさんのウェザリングマスターとか、なんかそのウェザリング用の道具結構買ったんですけど、その辺がやっぱりかなり役に立ちまして、もう本当にこんななんかすごいなって、結構汚れてるなって感じですけど、実は結構簡単で、そんな難しくはない、誰でもできるって感じです。はい、私でもこんなものができたということで、また次のガンプラ動画でお会いしましょう。ちょっとこれから実家の方に持ってって撮影していきたいと思います。では最後に私の撮影を見てください。それを見ていただいてお別れ、ありがとうございました。